中富のカ活は、日本書紀等に伝わる、古墳時代の豪族、中富の連の祖、古事記に記載はない。別名に、中富のカ活を見、雷大人命、小耳命がある。日本書紀では、中富のを冠するが、中富の連の姿勢を追ったのは、雷大人命の孫である、アーサヒ社教練校の時とされる。日本書紀巻、第八によると、 中愛天皇の旧姓に際し、皇后及び大臣、竹内すくね、天皇のもとくめて、天下に知らしめずそのようにした上で、皇后の沖永たらし姫の、物ノノベタン、クイレン、大友竹信連に、天皇が亡くなったことを百姓に知らせてはならないと、断った上で、百両を引きさせ、宮中を守らせた、という。初期巻、第九によると、皇后は、 それから罪を払い、過ちを改めて、西宮を定めた後で、一ヶ月後、喫日を選んで、西宮に入って、自分から、官主となり、竹内すくねに命じてことを引かせ、中富のイカツオミを呼んで、さにわとした。そして、先の日に、天皇に教えた、麻痺師は、誰の神ぞ。願わくは、その名をばしらむなのかななやかけて、ついにその答えがあった、という。 中富のとは、中津神の略で、神と人との仲介をするという意味なのだが、その名にふさわしい功績を挙げている。なお、初期十三によると、その後、陰行天皇の朝廷に元ねりの中富カ伊オミという人物が登場するのであるが、同盟偉人であるとも、伝承の混乱であるとも言われている。中富野氏の経図や、新先生史録の中富野氏秘連、 新レンの経図と、道書菅和村、中富のレンの経図、道書一記事か、幾多首の経図では、雨の子屋根の命からの世代数には、それぞれ10から11世、14世、9世と若干の異動があり、いかつに該当する人物は、2月と、雷大臣命の2名になるが、一記事か、幾多首の雷大臣は、世代数や経図からも、 スジン天皇の二世代前の人物であるイカツシン、命であり、類似した名称を持つ人物である。飯田武里の日本初期通尺は時代と身分が異なるとしており、河村秀根の初期宗家は祖父の名をもってとねりとして仕えたとしている。その内容は、皇后、押坂の大中津姫の妹、外織のいら詰めを呼ぶ使いの役割を果たした行きさつである。 さらに、俗に本気巻、第36にでは、781年、栗原勝子という人が、自分たちの先祖の伊賀知心が、神宮皇后の時に、くだら人の女性と子を成した、という話を朝廷に根上している。この書においては、雨の皆か主の命の二十世今ごとされ、伊比左右の朝のこと記される。尊卑文脈では、初めて、裏別聖を賜う。 雷大臣命は、足中彦天皇の朝廷の時、王城の道を習い、貴木の術に達し,し、浦部の姓を賜りそのことで、グブセシムとある。雷大臣命の時に、浦部姓が始まったとする伝承には、疑問もあるが、中富野氏における、浦部の職将が、筋朝、水人朝の時期を経て、この頃までに確立していたものと見られる。津島には、 雷大臣命に関する伝承がいくつかある。父は、新佐山命、母は、忌み武士の祖、玉串命の娘である、渡る朝し姫命で、竹内すくねの娘であるおしびみをめとって、大小橋命、生きすくねの祖、新猫命、死姫、凶蓮の祖、弟子命を生んでいる。また、くだらの女をめとって、吉野時期、栗原蓮の祖、日本大臣命を生んでいる。 ありがとうございます。